この畳の裏をチェックしたら割と綺麗しっかりした畳やから、やっぱり捨てずに、リノベーションが終わったら表替えをして、使いたいと思います。重たい、めっちゃ重たい。うわ、まあ、上等の畳と思います。ムハちゃんが重たい言うんやから、もう相当、何キロぐらいあると思いますか？30キロ以上あるって。ああ。おお。ほんでゆっくりやろうよ。腰痛くならないように。うん、これも同じ種類やから、多分前のオーナーが、この畳はいいから二重にしてご座を引いて悪くならないように使ってたと思います。この畳このまま使えると思うわ、表替えしなくても。うん、もし綺麗にしたかったらこのヘリだけ変えたらええね。ヘリはね、2500円で変えてくれる。この横の、横のこのこれな、うん、2500円で変えてくれる。うん、これはキーパーです。うん。この畳を、重たい。まあでもよかったわ、畳が綺麗で。昨日車車検が終わって帰ってきました。今までゴミを積んで、室内はもう汚かったけども、トヨタが綺麗に、中も掃除してくれました。ほんまにありがたいことです。テールランプも、テールランプレンズも新しくなりました。これ結構費用がかかりました。この iPhone で撮影してますが、ほんまに寒うて手がかじかんでます。あ、もう最後の一枚になりました。ここは6畳の部屋です。うん、綺麗な畳です。ヤニ屋さんの道具はまだここに置いてあります。いつか河原屋ケンちゃんが時間のある時に来て、やってくれます。それでは
な今からあっちに行きますか。はい、な僕は歩いて、どこへ置くかを決めます。歩いてあっちへ行って決めます。もう一軒の家が近いから、本当助かります。倉庫に。今日もいいお天気です。寒いけど。何メーターぐらいかな、30メーターも離れてるかな、30メーターぐらいですね。はい、どこに置くかや。長いことずっと長いこと置くことになるから、ここへ置くよりもここへ置く方がいいかな。どこが置きやすいかな。出したり入れたりすんのにもう一個の家の方がいいかな。ムハちゃんと相談して決めます。ここも、まあ、大丈夫やけど重たいから以上です。